皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、ダーティーバルクとクリーンバルクというバルクアップの方法についてお話をさせていただきたいなと思います。以前ですね、リーンバルクアップ、なるべく体脂肪を増やさずに筋肉だけを増やすバルクアップについてお話をさせていただいたんですけども、そこでね、クリーンバルクアップっていう言葉にもちょっと触れました。こう健康にいい食べ物、こう減量中に食べるような食材でバルクアップをしていくやり方っていうのをご紹介させていただいたんですけども、クリーンバルクアップのちょうど反対側にあるものが、ダーティーバルクアップだと思ってください。ダーティー、汚いっていう意味になるんですけども、簡単に言ってしまえば好きなものを食べてバルクアップしていくっていうやり方です。ジャンクフードですとか、お菓子ですとか、カップラーメンとかね、そういうもの、カロリーが取れればもう何でもいいやっていう考えで、何でも食べてバルクアップしていこうっていうのがダーティーバルクアップです。ダーティーバルクアップの場合は、本来であればね、体重の増え幅っていうのは関係ない場合が多いんですけども、こういう好きなものを食べてバルクアップしていく場合っていうのは、当然ですね、体重もかなりのペースで増えていってしまうので、ダーティーバルクアップの場合は体重、体脂肪かなりのペースで増やすような増量になるっていうふうに考えておいて間違いないと思います。ダーティーバルクアップとクリーンバルクアップ、またはリーンバルクアップですね、どっちのやり方がいいのかっていうことについてこれからお話をしていきたいなと思います。で、結論から言いますと、ダーティーバルクアップはなるべくですね、避けておいた方がいいと思います。これは私の経験からも言えることなんですけども、バルクアップで摂取カロリーを大きくしていかなければならないとはいえですね、何でもこう好きなものを好きなだけ食べてバルクアップしていくっていうのは健康にも悪いですし、行き過ぎるとトレーニングの調子も悪くなってしまうんですよ、ということがあるので、ダーティーバルクアップだって言って3食全部ですね、好きなものを好きなだけ食べるみたいな食事方法というのは避けておいた方がいいんではないかなと。比率としてはクリーンな食材8割ぐらいで、好きなものを残りの2割から取るみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。分かりやすい例でいくと、平日月曜から金曜はある程度健康的な食事をしていただいて、土日はちょっとこうハメを外してね、好きなものを夜に食べるとか、バランスを取りながらダーティーバルクだけにならないように気をつけてやっていった方が健康にもいいですし、トレーニングの調子もそっちの方がですね、調子よくトレーニングできる場合がはるかに多いので、クリーンな食事を中心にして、で、たまにね、週末ですとか、ちょっとストレス溜まって食べたいなっていう時の息抜きとしてダーティーな食事っていうのを考えておくっていうのが、一番ストレスなく健康にもよく調子もよくトレーニングできるっていうようなバルクアップの方法になるんじゃないかなと思います。ダーティーバルクアップで体重を思いっきり増やすのがいいのか、クリーンバルクアップでもね、体重を大きく増やすっていうことは、カロリー取ればいいだけなんでできるんですけども、リーンバルクアップにすればダーティーバルクアップでもいいのか、好きなものを食べていてもこう体重だけね、しっかり管理してればいいのかっていうと、そうでもなくて、カロリーをコントロールして体重の増え幅をこうしっかりね、抑えたとしても、ダーティーバルクアップっていうのはあまりお勧めはできません。なぜかというと、体重が増えないように摂取カロリーをコントロールしながら好きなものを食べるっていう風になると、どうしてもタンパク質の摂取量が少なくなってしまいます。ちょっと考えていただければわかると思うんですけど、アイスとかお菓子とかカップラーメンとか食べてたらなかなかタンパク質取れないですよね。それに加えて、じゃあタンパク質も取らなきゃって言ってお肉とか卵とか食べると、その分のカロリーも上乗せされてくるんで、やっぱりカロリーって大きくなってしまうんですよね。そうするとやっぱり体重もかなりのペースで増えていくことになるんで、好きなものを食べながらコントロールしようとなると、クリーンなもの8割ぐらいで、その他に好きなものを2割ぐらいっていうぐらいの比率に持っていかないと、なかなかですね、必要とするタンパク質を確保するのが難しくなってくるので、カロリーをコントロールして体重が増えないようにすればダーティーバルクアップでもいいのかというと、そういうことでもないですよというのはしっかり覚えておいていただければなと。今回はダーティーバルクアップとクリーンバルクアップ、そしてリーンバルクアップについてお話をさせていただきました。あくまでも増量といってもですね、クリーンなものを中心に週末の息抜きとかストレスが溜まった時に好きなものを食べるように組み立てていただくのが一番いいんじゃないでしょうかというお話させていただきました。ぜひ参考にしてください。他にも聞きたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。